8月29日午前の取引が終了しました。日経平均株価は2桁の下落となっております。昨日と比べて118円95銭安の 19,330 円95銭で取引を終えております。トピックス東証株価指数も 4.33 ポイント安、 JPX 日経400も 36.44 ポイント安と、それぞれ安くなりました。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 34% の687銘柄、これに対して値下がり銘柄数は約 58% の1176銘柄となりました。600対1100ということで、500銘柄ほど値下がり銘柄の方が値上がりよりも多かったという動きであります。規模別の株価指数では大型、中型、小型いずれも下げました。全体的に下げたという印象です。売買高は7億4800万株余り、売買代金は9191億円となりました。節目の1兆円には届いておりませんが、9000億円は上回ったということでありまして、最近としてはやや増加気味と言っていいかもしれません。今日は朝からまとまった売り注文が先行して始まりました。昨日のアメリカのマーケットは全体的に小動きとなりましたが、ただ金利がなかなか上がらないということで、為替市場ではじわりと円高気味で推移しました。で、今日の日本時間の朝早朝に北朝鮮がミサイルを発射したということを受けまして、さらにリスク回避ムードが強まりまして、朝方の東京市場では為替相場1ドル108円台前半と、約4ヶ月半ぶりの円高ドル安水準をつける場面もありました。株式市場が開きました後も基本的にはやはり円高気味ということで、株式相場には重荷となりました。輸出関連株や金利敏感株など幅広い銘柄に売り注文が優勢となりまして、日経平均株価は下げ幅を拡大。今日の午前9時18分、寄り付きから18分後の一番安い場面では、昨日と比べますと170円近く下げる場面もありました。ただその後は徐々に押し目買い、買い戻しなども入りまして、前引けは118円安と2桁の下落ではありますが、やや下げ幅を縮めて前引けとなっております。こういった中で下げた銘柄といたしましては、日経平均への寄与度も大きいファーストリテイリング9983が結局全引きで 2.2% ほど下げました。1週間ぶりの年初来安値更新であります。もともと今日は指数主導先物が売られて始まったということもありまして、その分の押し上げということもありますし、今日で配当権利を落としたと、こちらは8月の配当権利落ちが175円分あったということも売りにつながった面があります。最も下げ幅はこれよりもだいぶ大きかったということでありまして、日経平均の押し下げにつながったという側面があります。逆に上昇した銘柄としましては、6208の石川製作所、こちらが 14% を超える急騰となりました。防衛省向けの機器を納入していると、機雷などを納入しているということで、いわゆる防衛関連という側面から地政学リスクの高まりが買い材料視されました。他に個別では4238のミライアル、こちらは半導体ウェハー容器の専業メーカーでありますが、朝から買い気配で推移しまして、結局前引け段階ではストップ高買い気配水準、300円ストップ高買い気配水準で値がつかないまま取引前引けとなっております。昨日の取引終了後に今1月期の第2四半期業績の予想情報修正したということが素直に交換されました。以上、今日前引けの模様を東証アローズからお伝えしました。